マジで下手くそだから、それでもいい人だけここから先進んでくれよな。霊夢は、前回のギア集めの最中、もう一つの試練と戦っていた。そう、腹板と戦っていたのだ。違うわー。え、これって、いやーなんかギア詰めしてたらこんなことになってて、負ければリセット、勝てば腕前アップ。さて、霊夢は S 帯に上がれることはできるのか、見どころがあまりないので、結果だけ知りたい人はスキップしてね。あー、みんなスキップしていくー。嫌いは何適当なこと言ってるんですか。じゃあ今回見どころあるのかよ。ないです。あー、さらに視聴者がスキップしていくー。だから今日は3人でサイゼリアにご飯でも食べに行きますか。私ミラノフードリアー。いや、フランは甘いですよ。YouTube と言ったら大食い。ということでドリンクバー全部飲み切るまで帰れません。大食いじゃないじゃないか。だってレイム300円しか持ってないから。とか言ってたらここ持ってるし。レイム、ここはエビフライじゃないんだからな。エビフライじゃないんですか。じゃあ私が持ってる意味がわかんないんですけど。いや意味はわかるだろ。黙って運べよ。上からなんか来たんだけど。フラン、わかってたんならもっと早く教えてくださいよ。私はエスパーじゃないから。スプラトゥーンってのはマリサとフラン、3人で戦うもんなんですよ。いや、お前一人だろ。頭おかしい。あ、また来たけど。わかっていても、手が追いつかない。おばあちゃんじゃん。クソおばあちゃんじゃん。チム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 。やめてやめてやめて。あ、ホラローラー来てるって。え、どこですか？いないじゃないですか。いやインクがバチャバチャなってるだろ。メモおばあちゃん。いや今はフランの首を絞めるのに命かけてたから。お前は腕前上げることに命かけろや。この状況わかってんのか？初めて椅子に上がれるかもってとこなんだぞ。は、そうでした。忘れてたんかい。このままノックアウト。できるわけない。いやでももうだいぶ進めれたしか近くでしょ。フラグですか。こいつはいつもこういう考えだから、最後に逆転されて負けることが多い。延長で逆転されることが本当に多いです。いや今回は霊夢の命に変えてもここを守りますよ。それやられちゃってるじゃん。チームのみんなからしたらやられずに倒してほしいところ。それができたら今まで苦労してないですよ。それでよくここまで来れたな。こいつ任天堂に裏金でも渡してるんじゃないか。で300円しか持ってないんだった。裏金渡せばなんとかなるなら今から。おばあちゃんの家に。お前おばあちゃんにたかろうとするなよ。おばあちゃんは孫にお小遣いを渡すことで生きる意味を見出しているのだ。そんなことないわ。おばあちゃんに謝れや。おばあちゃん、次のゴールデンウィーク遊びに行くからね。こいつ全然反省してないな。てかここ止めろよ。あー、有言実行。本当に命と引き換えにここを止めたな。霊夢ちゃん言ったことは必ず守るタイプだから。じゃあドリンクバー全部飲んでこいよ。いや、それだと、ほとんど一文なしになっちゃうから。めっちゃ焦ってるじゃん。霊夢もグダグダじゃん。今のはインクアーマーに助けられたな。インクアーマー、最強。いや、でも最近心がけてることがあるんですよね。靴下脱ぐとき、裏返しにして脱がないとか。そうそう、じゃないとお母さんに怒られる。じゃなくて、普段の生活とかじゃなくてスプラの話ですよ。あ、そっちか。足場を作るように心がけてます。今までは歩く場所しか塗ってなかったんですけど、今は周りも塗るようにしてます。確かに前は歩く場所しか塗ってなかったな。てかお前本当に死にすぎじゃね。やだなあマリサ。今に始まったことじゃないでしょ。言われたことじゃないけどな。せっかく真面目に解説しても説得力がないんだよな。でも足場を作っておくことで逃げ道を作っておくと死ななくなります。マジで説得力ない。お前死にすぎると編集が大変になるだろ。そう、中の人もこの時戦っていたのだ。編集大変だもんな。ことだまんの偽マラと。あーもう全然出ないんだけど。お前はさっさと編集しろ。わーエスキャラが欲しいよ。ここまで見た人は気づいたと思うが、本当に見どころがない。え、これあれだろ、最後に逆転とかされるんだろ。じゃないとマジでなんでこの動画チョイスした。そしてこの度、ポンコツチャンネルの登録者が9000人を超えることができました。ま、マジかよ。こんなにゲームポンコツなのにありがとうなんだぜ。みんなありがとう。ありがとう。せめてあとの残り時間だけでも、死なないように頑張る。そらあと残り約10秒ぐらいだから、さすがにもう死な。死んだね。今回も、やられすぎですみませんでした。え、これで本当に S？ こんなポンコツでも S になれる。勝つ秘訣は、仲間に強い人がいれば勝てます。この人運だけでここまで来ちゃったよ。次の動画はもう A に下がってるかもしれない。イエーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。